レイナの部屋。ああ、いい気持ち。このまま寝てもいいだろうか。俺の名前は熊本。この私服の状況、きっと男性諸君なら羨ましいことだろう。彼女はリサさん。僕の彼女だ。かっこいい。そう、この姿。俺はこのタバコを吸う姿に一目惚れしたんだ。今のご時世タバコなんてって思う人も多いと思うが、このリサさんのタバコを吸う姿は色気が溢れていてかっこよかった。猛アタックして付き合ったリサさん、俺は最高に幸せ者だ。ねえリサさん。何？チューしてよ。ほのかにするタバコの匂い、これですら色っぽい。おしまい。え？今日はこれでおしまいね。いつもこうやってお預けばっかりだ。私、お風呂行ってこようかな。もう同棲して結構経つのにな。あ、ちょっとどうしたの？寂しいから。すぐに戻ってくるからね。いつになったらお預けじゃなくなるんだろう。リサ。あ、おはよう。リサ、おは。今日は一緒に昼行こうな。そうだよ、今日こそは付き合ってよね。そうだね。相変わらず人気者だな。そうそう、リサが好きそうなカフェ見つけといたんだよ。本当？ありがとう。リサさんが好きそうなお店、それってさ、リサさんのこと狙ってるってこと？こんなことで嫉妬なんかしたくないし、リサさんに行かないでなんて束縛もしたくない。でも見てるとモヤモヤする。結局リサさんは昼あいつらと一緒に行っちゃったし、そこから会えてないし、もうなんか嫉妬でおかしくなりそうだ。ただいま。え？何が起こったの？俺がいない中のカフェは楽しかった。え？俺だってリサさんが好きそうなカフェ行きたかったな。え？リサさんと一緒に昼食べたかったな。そっか。美味しかった。美味しかったよ。え？ああ、そうなんだ。でも熊本くんがいた方がもっと美味しかったかも。え？今度は一緒に行こうね。うん。リサさんは俺が拗ねていると甘やかしてくれる。だから俺は拗ねる。リサさんに構ってほしくてやってるんだ。なんてわざとやってるのは秘密だけど。てかさ、今度の彼氏ってばタバコ吸う女は無理だって振られたんだよ。そっか。でもタバコ無理な男の人って意外と多いよね。そうだよね。あ、リサさん、やっぱりタバコを吸ってる姿は色っぽいしかっこいい。でもリサってタバコ吸い始めたのいつだっけ？実は最近なんだよね。そうだよね、最初会った時は吸ってなかったよね。うん、ほら熊本くんに出会ったコンパがあったでしょ。うん、その時にたまたま吸ってて、熊本くんに言われたの。吸ってる姿めちゃくちゃいいですねって。それで吸い始めたの？そう、なんか熊本くんいいなって思ってたし。俺のために喫煙者になってたなんて。俺だってリサさんのために何かしたい。変わらなくちゃ。変わろう。俺はリサさんのために自立することに決めた。いつも甘えっぱなしの俺だからこそ、ここで変わるべきだ。俺が甘える男から甘えさせる男になってやりますから。早速次の休みの日に朝から朝食を準備した。よし、リサさん喜んでくれたらいいな。おはよう。今日は早いね。って、朝ごはん作ったから食べて。すごい、作ってくれたんだ。ありがとう。なんというか、正直言ってあんまり美味しくない。ごめん、やっぱり慣れてないからそんなに。え？食べてる。しかもすごく美味しそうに。美味しいよ、ありがとう。喜んでくれてよかったな。休日ということもあり、俺もリサさんも朝食後はのんびりとソファーに座っていた。ああ、どうかした？いや、なんでも。膝枕してほしい。でもそんなこと言えない。言ったら頼れる男になれない。膝枕
する？大丈夫です。そんなこと聞いちゃダメに決まってんでしょ、リサさん。そっか、どこ行くの？ちょっといろいろと。俺は甘えたい気持ちをかき消すかのように家事に専念した。はあ、さすがにいろいろ家のことやったら疲れたな。ねえねえ。何？なんで今日は甘えてこないの？そんなことはないと思うんだけど。本当のことを教えて。いや、火事に目覚めたというか。嘘ついたら怒るよ。実はリサさんがタバコを吸ってる理由を知って。え？それで俺もリサさんのために何か変わりたいって思ったんだけど、だから頼れる男にでもなろうかと。それで甘えてこなかったの？はい、そうです。そっか、そうなんだ。私はね、甘えん坊の君が好きなんだよ。え？でも頑張ってくれた君も好き。やっぱり俺は甘えるのが最高に好きだ。ああ、頑張ったから疲れたよ。そっかそっか。もっと頭撫でて。え？いつものリサさんと違う。もっとね。リサさん。悪いのはそっちだからね。こんな可愛いことして私が放っておくと思う？今夜は逃がしてもらえないみたいだ。うわ、激アツ。うわ、ありえないよね。また僕のことか。僕の名前は小一、どこにでもいる陰キャだ。このギャルは学校でも目立つタイプの人間で、僕とは真逆のキャラだ。毎日ゲームばっかでさ、友達とかいないわけ？僕は昼休みを謳歌してるだけじゃないか。うざいな。あんな女とは絶対に関わりたくない。イヤホンとかうざ。あんな陰キャとは絶対関わりたくない。ただいま。え？親戚のおじさんでも来てるのか？あ、帰ってきた。誰か来てるの？おっす。ヤクザ？闇金？何が起こってんの？母さん何をしたんだ？おかえり。母さん、これは。え？おい、夏希、挨拶ぐらいしろよ。お前は礼儀もわかんねえのか。どうも。何？この方はゆうたろうって言うのよ。あ、はい。なんか立派になったじゃねえか。そんなこともないのよ。いつもゲームばっかりしててね。お前の息子なのにグレてないのがびっくりだな。真面目そうな息子で安心したよ。なあ、夏希。学校もクラスも一緒だから知ってる。じゃ、いいなずけとしては安心じゃねえか。いいなずけ？いいなずけってどういうことだよ。てぺろ。ちょっと古いんだって。お前の母さんと俺の父親は昔暴走族の仲間でな。で、俺の父親は家業のヤクザの道に。お前の母さんはなぜか真面目に結婚しやがってよ。それで光一が生まれた時に俺の妹と結婚させようって話になったんだよ。全くついていけない。いいなずけガチャ失敗。それはこっちのセリフだよ。ヤクザといいなずけって何考えてんだよ母さん。まあ安心しろよ。うちは炎上じってでかい組だし、ちんけなことはせずに将来は安泰だ。こいつもショックのあまり声が出ないってやつか。どうした、夏希？いつもの威勢の良さがねえけど。別に。どうした、拒否してもいいぞ。嫌なら言い名付けの話もなくていい。よかった。こいつなら拒否するだろう。はあ、助かった。なんで？ま、そういうことだ。もちろんいいよな。はい。断れる状況じゃねえだろう。こうして俺は夏希と同棲することになってしまった。こんなことになるなんて。言い名付けである俺たちのために恩成寺が新居を用意し、そこで生活することはすぐに決まってしまったのだ。仕事も展開も早すぎる。何？マジでガチャ失敗。お前が拒否しないからこんな目に遭ってんだよ。うるさ。なんだよ、じゃあなんで拒否しなかったんだよ。無視かよ。とりあえずルール決めよう。え？まず家事の分担からだな。料理はどうする？無理。え？料理も家事もやったことない。でもとりあえず私はヘルプ要員ね。分かったよ。はい、決まり。何？
すげえ大事なこと思い出した。あ？この同棲は誰にも言わない。ああ、人参ってどこまで皮むくのよ。人参がオレンジのごぼうになってる。まあ使えるしいいか。なんでこいつ男なのに料理できるの？料理はダメでもこれくらいはちょろいっての。よし、ご飯できたけど。え？なんだよ。なんだよ。こういうのはシワになるから。何してんの？ああ、シワになるから。言えよ。え？思ってることあるならちゃんと話して。うん、だって言っても何もならねえし。え？言ったところで何か解決する？言うよりも僕がやった方が早いし。確かに光一がやった方が早いけど。何もできないんだからさ、黙ってたよ。じゃあ教えろよ。え？絶対に光一よりも上手くなってやるんだから。それから僕は夏希に家事を教えるようになり、夏希の腕は格段に上がっていた。手際が良くなったな。あんなに壊滅的だったのに。夏希？夜中に隠れて練習してたのか。僕自身は母子家庭ということもあり、家事をしなくてはいけない状況で、上手くなるのは当然だけど、こうして別にしなくてもいい状態で努力する夏希の姿に、僕は彼女を見直した。昨日の洗濯はまとめてやっといたから、今日は私友達と放課後予定があって。じゃあ帰ってからの家事はやっておくから。ありがとう。あ、そうだ。うん？これお弁当。え？ついでに作っただけだから。ありがとう。高一、道案内でもしてんのか。あいついいやつだな。優しいな。その日は突然訪れた。じゃあな。じゃあってどういうことですか。今日で同棲も終わり、いい名付けも終わりだ。え？今までありがとう。ちょっとなんで急に。何ですか？縁談が決まってるんだよ。え？実はな、親父が病気で長くないんだ。そうなればうちの組を狙って抗争が起きるかもしれない。だから炎上寺組の夏希はイケてる組と結婚して組も吸収してもらうことになってる。じゃあなんで僕と同棲なんか。最後の自由だよ。自由？夏希は今からヤクザの女になる。娘じゃない、女だ。誰だって覚悟がいるだろうし、夏希も嫌に決まってる。でも決まったことだ。だから最後に自由時間を与えたんだよ。母さん。そういうことなのよ。母さんも最初から知ってたのか。そうよ。私も許嫁の話なんか忘れてたんだけどね。でも夏希ちゃんの話を聞いて、自分にできることをしなきゃと思ったのよ。だから夏希は嫌いな僕を拒否しなかったんだ。最後の自由のために。え？ありがとう。お前のことなんか大嫌いだし、キモいって思ってた。自由になれるなら我慢するかって思ってるくらいだった。でも今は今は高一でよかったって思ってる。あの夏希の笑顔に僕は立ち止まっていた。これで終わりにしてもいいのか。そんなはずない。どうぞ妹、よろしくお願いします。なんだ光一。ああ、めちゃ睨まれてる。なんだ。夏希ともっと一緒にいたいです。お前それでヤクザの縁談に乗り込んできたのか。はい。丸腰で。はい。イケてるさん、この縁談白紙にできますか。炎上寺組は俺が何とかします、若頭として。ああ、もちろんだよ。なんでだか自分でもわからないけど、僕の作戦はうまくいき、それにヤクザの人たちにも肝が据わっていると好かれてしまった。でも恥ずかしい。あんな大声を出した自分が恥ずかしい。それに帰ってから夏希の顔を見れない。気まずい。夏希かって。一緒に寝よ。へ、緊張する。勢いで来ちゃったけど、どうしよう。光一。ん？今日はありがとう。縁談のことも全部。私も
一緒にいたい。責任取って。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。